吉宗評判記暴れん坊将軍。侍さんが寄ってたかって百姓衆を追いますってのはどういうわけです？ちょいと乱暴なんじゃねえんですかい？黙れ！我らは信州伊那代官所の者である。こやつらは朝参者だ。邪魔だて無用。当時農民たちが土地を捨て他の土地へ移ることは厳禁されていた。土地を捨てた農民を朝参者と呼び重罰が加えられる定めである。俺たちは調査者なんかじゃねえ。違うだ。何を言うか。うっしゃい。待てと言ってんだ。いくらお役人だからって何をしてもいいとは限らねえぜ。そうだよ。ろくに取り調べもしねえでいきなり切るなしていぜ。気はそっちにあるんじゃねえのかい。めぐみが底本配下のお役目の邪魔をした、そう言われるのか？いやいや、邪魔とかなんとかそれほど大げさなものではございません。ただ町火消しは大岡様のご支配、まあ、いわば我らと同じご公儀のお役を務める人間と申せましょう。そのような人間同士が相争うというのはいささか良いこととは申せぬな。それに信州伊那からはるばる六十里の道を朝参者を追ってまいり、いざ召し取るという寸前に、ま、妙な具合になってしまったあの配下たちの気持ちを思うと双方とも己を正しいと信じたからこそああいうことになったのでございましょうが、見方によってはこの度のめぐみのやり方は恐れ多くも上様に対し奉り立てつくことになるのではないか。まあことがこじれると厄介かと存じ一言大岡様。言葉はあくまでも穏やかでございましたが、かなり腹に据えかねている様子でした。伊那の代官堀大膳、どんな男でございましたかな？有能な男だ。十数年前代官になった時には伊那一帯は九万石足らずの土地だった。それを開墾や土地の改良で十年間で九万六千石の収穫が上がるまでに育てた。まあ功労者と申せましょう。めぐみの連中も困ったことをしてくれましたな。いや確かに町火消しを作って以来江戸の火事は目に見えて少のなった。したが越前殿、甘やかしてはなりませんぞ。は今後のこともある。厳しく取り調べて釘を刺すことじゃ。待てじい。はめぐみのことだ。筋の通らぬ無茶はするまい。
では恵みには死はないと仰せられますので。いや、それは分からん。だが何か訳があるはずだ。忠相、俺に任せろ。新さん、いらっしゃい。いや、信州のお百姓はあの人たちか。あ、心配しなくたっていいんだよ。この人はね、徳田新之助さんって言って、うちの居候みたいなもんなんだから。頭、あの人たちは本当に調査者なのか。それがそうじゃねえらしいんですよ。じゃあ一体。ですからこれから聞こうと思ってんですがね。ところでどうですかね。そろそろ本当の話を聞かせてもらいたいんですがね。へえ、爺様、話すだよ。構わねえな。危ねえとこ助けてもらった上、親切にしてもらっただ。いい人たちに違えねえ。五助、お話しするだ。実は俺たち、人探しに江戸へ来ただよ。人探し？誰探してんだよ。信州の虎様ですだ。信州の虎？信州の虎ってのは何だよそれ。俺たち百姓の守り神だよ。ありゃあ俺が当の時のことだから十四五年も前のことだ。その頃お代官だった黒岩兵部様ってお方が血も涙もねえお方でな。代官黒岩兵部である。隠し米を改める。そい。何をなせますな。だこれは年貢も満足に納めておらんのに隠し米をいたすとは何事だ。待て待て、これは来年の種もみですだ。これを持っていかれたら米が作れなくなりましたよ。だれだ。ああ、信州の虎様だ。黒岩、なんだそのありさま。百姓は国の宝、もっと大切にせねばいかん。米を置いて失せろ。失せろ。だけど黒岩の冷酷なやり方は一向に変わらなかったな。とうとう信州の虎様は業を煮やして。の悪党やり方にお百姓の怒りが爆発したのよ。そうだよ。やるねえ悪大官め、たまみろってんで。静かにしねえかい。まだ話はついてねえんだ。それでどうなったね。その次のお代官は堀大膳様ってお方だった。だ初めのうちは情け深いいいお代官で、これで百姓も助かると思っただが、よかったのは三四年。だんだんと黒岩様のやり口に似てきて、今じゃ黒岩様よりひでえだよ。本当か。嘘ついて何なのだ。ここんとこ豊作続きなのに、稲の百姓は食うものもなく飢え死にしているだ。そうか。それでもう一遍信州の虎に助けてもらいたいと思ってやってきたってわけか。だな、どんな男だ。まさか顔知らないって言うんじゃないだろうね。15年前には俺たちまだガキだったし。だとも爺様は知ってるだ。命助けてもらったことがあるんだものな。もう
会えば一目でわかるだ。いつも覆面してなさったが、25、26のがっちりした体つきでの。居場所を分かってんのかい。この江戸で見た者がいるっつうだ。信州の寅様は江戸にいなさるだよ。江戸でよ、どこだ。え、江戸のどこに住んでるのかって聞いてんすよ。五助さん、江戸は広いんだぜ。町の数だけでも800野町、100万人の人間が住んでいるんだ。みんな、よくお百姓衆を助けておくれだったね。こんな気の毒な人を見殺しにしちゃ、お天道様に顔向けはできやしないよ。及ばずながらこの恵みは手を貸しますからね。早速、信州の虎を探そうじゃないか。ね、お前さん。うん。おや、お前さん、なんだか歯切れが悪いね。まさか不服だって言うんじゃないんだろうね。別にそういうわけじゃねえんだよ。ちょいと、お前さん。いいよ、お前さんがやらなくたって私はやるからね。ねえ、新さん、俺はどうもこの額がねえからさっぱり難しいことは分かんねえんですが、大官といえば新さんの、いや、あの将軍様の家来ですよね。それを切ったんだから、これはそう簡単にはいかないですよね。うん、人を殺した上、お上への反逆罪も犯したことになる。まあ死罪は免れまいな。新さん、あの、もしですよ、もしあの百姓氏やうちの若い者が見つけたとしたらですよ、やっぱりお縄ってことですか。ああ、そりゃそうですよね。それが新さんの立場ってもんですもんね。そうだ、立ち話もなんだから、そこの蕎麦屋でどうですか。そう、行きましょう。あ、そう。お先、またそんなことする。店はいいから奥で休んでなさい。でもお前さん、そろそろ忙しくなる頃だな。いいんだよ、動き回ってお腹の子供に触りがあったらどうすんだ。さあ奥に行こう。ほら、足元危ないぞ。すいません。よいしょ。大丈夫か。仲のいい夫婦らしいな。ね、結構評判いいんですよ。ご主人だね。え、うまいな。本場の信州そばの味だ。確か生まれは信州だったね。いえ、この土地のもんで。あ、そう。しかしそれでよくこの本場の味が出るもんですな。習ったのが本場の人ですから。わしら、え、もう一杯どうだ。え、まだ行くんすか。うん、いいっすよ。おい、あの、もう一丁おかわりだってよ。え、ところでね、新さん、ん、本当に江戸にいるんですかね、信州の虎。え、お主、信州の虎のことで何か知ってるんじゃないのか。え、いえ、とんでもない。あっしは何も。上様、信州の虎なる者、そうと分かりました以上、やはりしかるべく処断をいたさねばならぬと思いますが。うん、越前殿の申される通りだ。葵の御門に立てつく輩など、そのまま捨ておいてはなりません。しかし、百姓たちを助けるという気持ちは間違っておらんぞ。ですが、手段が間違っております。どう理屈をつけてみたところで、所詮は人殺し。それがし、江戸の治安を預かる町奉行として、そのような者が江戸に入ったと分かりました以上、見過ごすわけにはまいりません。では、これ忠助。上様、まあ、いずれにしろ信州の虎が暴れましたのは十数年昔の話。その頃上様はまだ紀州の山を走り回っておられました。上様が気に病むことはござりません。いや、それでは済むまいぞ。いるか。は。助八、すぐ信州へ飛んでくれ。おそのは評定所へ行って、信州の虎の記録が残っているかどうか探してみてくれ。はい。いいかい、どんな小さなことでも見逃すんじゃないよ。えっ、
じゃあ、行こうか。はい、さあ、あれです。じっとしてらんねえだよ。俺はもう虎様を探しに行くだ。けどその傷じゃ。大丈夫か。じゃあ同じ私も一緒に行く。頼んだよ。お前さん。なんだよ。大きな声なんか出しやがって。あんな体の与の吉さんまでが虎探しに出かけてったんだよ。お前さん、それでも何も思わないのかい。それでも江戸っ子かい。めぐみの頭かい。うるせえやい。そうはいかねえんだよ。虎は人殺しなんだよ。おろい入んなくちゃなんねえ。とがになんだぞ。結構じゃねえか。世のため人のために牢屋入るなら大手を振って入りゃいいんだよ。もしお前さんがそうなったら私は鼻が高いよ。とにかくし、じゃな、俺はこの将軍様に逆らうやつは嫌いなんだい。ああ、そうだったね。お前さんは将軍様と友達だったね。なんだい、バカバカしい。百姓どもはどうした。め組の手助けで信州の虎を。真田様、いっそのこと踏み込んで始末をしてしまった方が。待て待て、信州の虎を御用にすれば大した手柄になる。だが我らは虎の顔を知らん。百姓どもに探させるのだ。切るのはそれからでもよい。何の取り調べかな。回り道するか。レッスン。信州の虎の記録が見つかりました。待ちかねたぞ。早く見せてくれ。上様、なぜ紳士の虎などにそう興味をお持ちになりますので。うん、おお、紳士の虎の正体は豪志か。本名進藤小太郎、身の丈五尺六寸、左足に刀傷、やや足を引きずり歩く。左足を。まさか長次が。上様、虎の居場所でも分かりましたか。いや、まだそう決まったわけではない。おい、どうした。あ、いつからお侍さん。生まれるんですよ。生まれる。ええ、女房が産気づいて。産気って、それ大変じゃないか。すぐお前産婆呼ばなきゃ。よし、俺が行ってろ。どこだ、どこ。あ、あの、その先を左に曲がったら三つ目の通り、いや、あの、四つ目の通りを回す。いや、やっぱり私が行きます。お侍さん、すみませんが、頼まれてください。あのね、お湯をね、お湯をたくさん沸かしておいてください。お願いします。おい、やっちゃったな。おおさん、もう少しの辛抱だ。しっかりする、しっかり、しっかりな。そうだ、お湯を沸かさなきゃ。
もうすぐ沸くところだ。男は遠慮するもんだよ。大丈夫だろうか。大丈夫大丈夫。落ち着くんだ落ち着くんだ。ここ座ろう。落ち着くんだ。丈夫そうな女の子ですよ。女の子、おめでとう。よかったな。どう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 、本当によかった。俺の子だ。親父になったんだ。お侍さん、あなた、お名前は？徳田新之助だな。新之助さん、おしん、いい名前だ。あの子はおしんって名にします。あなたが名付け親です。するというとやっぱりダルマイの長寿が信州の虎ですか。うん、間違いない。そうですかね。しかし穏やかでいい男だと思ったんですかね。15年前は長寿も若かった。お百姓の苦しみを見るに見かねて若い怒りを爆発させたんだ。やっぱり捕まえるんですか。ねえ、新さん、虎がやろうとしていたこと、それから新さんがやろうとしている祭り事、これはみんな世の中を良くしようとしていることなんだ。違いますか。頭、本当にお百姓を助けなきゃならないのは虎じゃないんだよ。二度と信州の虎が現れない、信州の虎のような人間を必要としない世の中を作らなきゃならないんだ。それが俺の仕事、俺の務めなんだよ。新さん、よくわかりました。新さんならできるよ。必ずやれる。頑張ってくださいよ。あ、こちら、上がりなさい。上がりなさい。お前さん、みんなが虎探しでヘトヘトになってるっていうのにどこをうろついてたんだよ。いいなの皆さんよ、虎探しはそろそろやめにしたらどうかな。どうしてだい。いや、虎に頼らねえでもな、なんとなく助かりそうな安倍なんだよ。どういうことだな、すら。おう、さる偉い方がな、その気になってくれたんだよ。誰、その偉いお方って。誰だっていいじゃねえかい。お前さ、みんな真剣なんだよ。いい加減なこと言うのよしよ。誰がいい加減なこと言ってんだよ。本当なんだよ。それじゃ誰なんだよ、その偉いお方っていうのは。将軍様だよ。本当に将軍様がおらたちを助けてくださるべか。ダメダメ、うちの人にはね、悪い癖があるんだよ。将軍様と友達と思い込んでるんだから、全くどうしようもないんだよ。そうだろうな。ちょっと
何もがっかりすることねえじゃねえか。本当なんだってよ。さあさあ皆さん、お風呂でも入りましょうか。あのちょっとよ。お前さん、そんなこと言ってる暇があったら手伝ってやれんじゃないか。うるせえな、この野郎。ちょ、ペラ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 喋りやって。それができねえからカッカしてんじゃねえかい。おう、死ぬ子の昔のったらてめえリーダー出てけ。もうお前さん、何怒ってるんだよ。何だよ。私をくどいた時にはあんなに優しかったのに、もう私のことが嫌になっちまったんだね。出ていくのか行かないのか、どちら泣きにしろ。決まってるじゃないか。出ていくのか。バカ、一本つけるからさ。ねえ、機嫌直しておくれよ。ね、お前ちゃん。おい、人がいるじゃねえか。上様、信州の虎の居所が分かりました。うん、とうとう見つけられたか。で、隠れ家はどこじゃ。あ、外神田で蕎麦屋をやっております。直ちに定量いたしますゆえ、これにて。待て、忠相、虎の手入れどうでもやらねばいかんのか。上様。上様、見逃せとでも仰せになるので。恐れながら、それでは上様御自ら天下のご情報をお破りになることになりましょうし、ご政道の示しがつきかねません。うん、じい、忠相、一緒に来てくれ。見せたいもんがある。虎の蕎麦屋だ。え、ここは。おかしいかい。ああ、おかしかないけど。あれ、よく寝てる。おめえそっくりだな。そう。おい、寝てなきゃいけないんじゃねえか。あの赤ん坊の名前がわかるか。おしんだ。徳田新之助の芯を取ったのだ。たまたまお産に出くわしてな。信州の虎はもういない。ここにいるのはただの蕎麦屋だと。それでもあの男を縛らなければいかんのだろうか。縛らなければ天下の法は保たれんのだろうか。虎の居場所分かったか。はあ、山崎が町方をつけましたところ、ゆうべ。よし、上様のご信任厚い妖怪自然に歯止めをかけられていたので、下手に動いてはと気をうかまっていたが、これで動ける。必死の探索にもかかわらず、15年もの行く方の知れなかった虎を駆り出したのでございます。お代官の評判もますます高まりましょう。
一代間で終わるも一生、この世を我が手で動かすもまた一生。まず勘定奉行、そして若年寄り、必ず世に出てみせる。疲れたぞ。で、伊那はどうであった？あ、すべての街道に関所を設け、よそ者は一歩も入れぬよう厳重な警戒ぶりでございます。何だと？まあ、山伝いに何とか潜入いたしましたところ、思っていたよりもはるかにひどいありさまでございました。代官堀大膳は9万石の収穫を9万6千石に増やしましたのは、土地の改良と開墾の結果ということになっておりますが、とんでもございません。伊那の百姓たちは堀大膳の血も涙もない仕打ちに、今や餓死寸前のありさまでございます。やはり五助たちの言う通りだったか。はい、堀大膳は勘定奉行から若年寄りにのし上がるのが夢で、出世のためならば百姓たちを踏みつけにするなど、何とも思わぬ出世欲の塊でございます。上様、伊那の百姓が斬られました。何？誰だね？お願いしますだ。トラ様、オラたちを見捨てないでください。お願いしますだ。トラ様、お願いですだ。助けてください。あんた、どこにも行かないわね。どこにも行かないで。私には一人も身寄りが。この世で頼りにできんのはあんただけよ。その間に私もこの子も捨てないで。お先、汚ねえだ。おらの知ってる虎様はそんな卑怯なお方じゃなかっただ。自分たちさえ呼び出したらどうなってもいいなんて、そんな卑怯なお方じゃなかっただ。どうしたらええだ。俺たちはどうしたらええだ。与那吉さん、15年前信州の虎が代官を切って、本当に百姓たちは助かったのかい？それは何一つ変わりはしなかった。
だからこそこうしてまた虎を探しに出てきたんじゃないのか。百姓衆のためにやった虎自身は咎人として追われなきゃならなかった。虎の気持ちの中には虚しい後悔だけが残ったんじゃないだろうか。あれから15年、虎も40に近い。もう若くはないんだよ。静かに自分や家族だけの幸せを考えて暮らしたいという気持ちになっていても無理はない。俺にはそんな虎の気持ちがよくわかるような気がする。それを邪魔することは誰にもできんのだ。頼むな、頼むな。信州の虎、聞こえるか。我らは伊那代官所の者である。神妙に縛につけい。お前さん、ここを動くな。いきなり切りかかるとは無礼な。信州の虎の配下が撃ち取れ。長い間騙していてすまなかった。俺は信州の虎だ。命がけで頼ってきた人間を見捨てることはできない。上様、百姓どもは仕留めましたが、思わぬ邪魔が入り信州の虎を打ち漏らしました。あるいは乗り込んでまいるかも。来るなら来い、あの世に送ってやるわ。あれが信州の虎でございます。どんな奴が現れるかと思えば拉致もない。切り捨てい。何奴だ。信州の虎だ。誰事を申すな。信州の虎はそこにおる。控えろ堀大膳。その方、出世欲に目がくらみ国を支える百姓たちを踏みつけ泣かせたは許せん。その上、思い余って信州の虎に頼った人々を無残に殺すとはもってのほか。成敗してくれ。黙れ黙れ。なんだその大げさな物言いは。貴様、まことは何者だ。聞きたいか。
名を名乗れ。余は八代将軍吉宗だ。構わぬ、消え消え。長次、お前が代官を切った罪は消えぬ。だがそれよりももっともっと罪深いことがある。お前を信州の虎にせねばならぬような、そんな世の中にしてしまった政道だ。俺は信州の虎など必要としない世の中を作りたい。そのためには何でもする。信州の虎は消えた。伊那の豪士新道小太郎も消えたのだ。上様、はい、お前だ。いや、いらっしゃい。おい、長さん、みんなに腹いっぱい食わしてやってくれ。え、おらにもそばくんねえか、長さん。へい。農民たちの守り神、信州の虎は消えた。長年この男が抱き続けてきた秘密も消えた。だがこの男は別の誇り高い秘密を抱き続けて生きていくことであろう。偶然とはいえ、我が子おしんの名が八代将軍吉宗の幼名しんのすけの一字をもらった名であるという秘密を。誰はしないさ、負けてたまるか、ぐっと睨むこの目に血がたぎる。吉宗評判記暴れん坊将軍、次回は
あいつはどこのどいつだよ。はい、あのお方は出羽の神様。お家のために死んでいただく。もはや未練はなりませんぞ。今さら何の未練があろうか。せめて死にがいのある死に様をさせてくれるのなら、いつでも切られて死んぜましょう。おのれは貧乏旗本の三男坊、徳田新之助だ。次回、紅花で染めた復讐、どうぞご期待ください。